演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。業務スーパーで買ったツイスターズチョコバー、ソフトキャラメルピーナッツ入りを食べたいと思います。ちゃんと覚えときは話ですけど、これ持ってる感じから想像つきますけど、結構重量感ありますね。それでは中身は結構本当に重量感あって重いですね。ちょっと外側ミルクチョコレートなのかな、キャラメルチョコレートなのかな、どっちなんだろう。いわゆるスニーカーとかのタイプのようですが、しかもこれだけのボリュームでこの濃厚さって本当にすごいと思う。これ折るのは無理です、と食べたくなっちゃうよ、これだけあるのに。まあそれも悪くはないんだけど、もう少しさっくりとした食感も味わいたかったな。なんでそこはちょっと惜しい。外側のチョコレートはミルクチョコレートで、中のキャラメルは結構ねっとりしていますね。それはいいんですけど、ちょっとナッツの食感が感じられなくなるぐらいまでねっとりとしてしまっているのが、そこは残念でしたね。結局ナッツと書いているので、そのナッツの部分を味わいたかったなっていう思いがありますので、これはこちらの点数とさせていただきます。もうちょっとガチガチも感じたかった。それでは新年の砂漠に見るぞ蜃気楼、一体何の蜃気楼を見てるんでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。